おはようございます。画家の小木曽です。勝手に公募展というのを始めたいと思います。この勝手に公募展というのは、私小木曽誠という絵描きさんが皆様に勝手にお題を出して送ってもらって選外、入選入賞というふうに決めていく企画でございます。でこれはもう応募はもう皆さん自由です。メンバーシップの会員になってなくても出せます。で今回お題は命、生命、命ということでお題を出させていただきました。70何点かな、お題ちょっと難しかったかもしれませんけど集まりました。今日は残念なことに申し訳ございません、選外編ということでお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。では早速いきましょう。1枚目、こちらの作品ですね。すみません、圧倒的にこの命ということで多かったのはやっぱりね、赤ちゃんとかね、そういうのが多かったです。今回命のテーマに、対して、種々考えましたが、最近感動した生まれたばかりの友人の赤ちゃんということでね、やっぱめちゃくちゃ多かったですね。まあ可愛らしいですねっていうことなんですけど、なかなかね公募展となってくるとそういうところはこう難しいかなと思います。公募展のこうだから皆様にコツみたいな部分もお伝えできればなというふうに思ってます。でまあ多少ね過失も船外編の方はしていこうとは思うんですけど、どうしてもやっぱ肌のとこ茶色とかをずっと使いがちなんですけど、ちょこっと違う色とかを入れてあげるだけで印象がらっと変わりますし、こういうことも少し皆さん覚えていくと、ほんの少しだけでも違う色とかを差し込んであげるというのも、もうねせっかく赤ちゃんやったほっぺた少し、赤めにしてあげようかなとか、そんな感じで絵を作るということを少しされてみてもいいのかなと思います。まあ多かったです、やっぱ赤ちゃん描いてる人多かったですよ。まあいくつかこれから出てきます。次こちらですね。これもそうですね、やっぱ赤ちゃん描いてしまっているのでね、23×29cm スケッチブック鉛筆、8月にメイが出産しました。その時のその日の写真を描いたということでございます。思い切って出品していただいてありがとうございます。懲りずにね頑張ってください。で鉛筆デッサンね、本当にこうね、初めての方でも鉛筆デッサンでもやっぱりねちゃんと作品として成り立つので、ぜひぜひこう頑張られてみてくださいね。でぐーっと強い色とかを置くときはぐっと置いてみてくださいね。でこうもうなんかこう擦り込むぐらいの気持ちでぐーっと、でもうこう例えばもうこう擦筆というこうやつとかで擦ってみるとか、ちょっとこう強い色とかぐーっと差し込んであげるだけで印象がらっと変わりますよ。今ねアップで見せてますけども、ぐーっと赤ちゃんのこう口とかね、こういうとことかぐーっとちょっとこう全部じゃなくても少しこう一部だけでも差し込んであげたりすると、画面の中で印象がらっと変わりますね。ガラッと変わりませんか。もうデッサンってそういうところあって、ちょっと強い色ぐっとこう差し込んであげたりするだけで、作品性っていうのまた増してきますので、こうなかなか勇気いりますけど、濃い鉛筆とかちょっと使って、ぐっとやってみられてみてください。逆にこう抜くところはもう思い切って抜いてあげるみたいな気持ちで、なんか描かないところとかっていうのはぐーっと描かないような感じで、抜くところは抜いてあげたりして、差をこうつけてあげたりすると印象よくなったりしますよ。ちょっと抜くとこ抜いてみましたね、グッとやるところとそうじゃないところみたいな差をつけてみてください。次の作品こちらです。ああすみませんね、もうよう頑張って書いてあるんですけどね、まあ先月、熊本県の水彩連盟に出品した作品ですが、期発表というのでもいいでしょうか。まあいいんですけどね、これ書かなかったらよかったですよね、応募しますと。まあまあ新芽とかそういうのもいっぱい来るかなというふうに思いました。でもこれ若干こうなんか新芽でもないしなと、今年の夏秋地で古木を追い尽くし、ツタの生命力、ツタの生命力ということを伝えたかったら、もしかしてちょっと違うようなコンポジションを選んでもよかったのかなという気がするんですね。恵子さんですね、生きるということなんですけど、まあツタの本当コンポジションあの伝えたかったら、もしかしてもうですね、なかなかこの辺がね見る人ってなかなかね不親切なもんですよ。もう背景全部こう消してしまうぐらいのね気持ちでも良かったかもしれないです。で公募展って本当そういうとこあって、どうしてもなんかこうね屋外スケッチとかっていう風に見えたら弱いので、こう何度もこういうの言うてます。そういうの鬼好評というのでよく言ってるんですけども、特にこうメンバーシップ会員のみの限定のところではそういうのすごく言うてます。もうこれぐらいの方がもしかして伝わるんちゃうかなという気がいたします。その辺っていうのをこう公募展の難しさなんですけど、
あのこうボテンっていうのはスケッチじゃなく伝えたいことをドンと伝えるという風にしてあげてみてください。だいぶね印象違います。もう背景消しただけですけど、もうこれぐらいにしてあげたりするとあれって、でもっともっともしかしてね木の方にあの絞って、木に絡みついてるところに絞ってあげても面白いかもしれませんよね。はい、頑張ってくださいね。次の作品こちら。これなんかねめちゃくちゃ上手に描けてるから見てたらものすごいこうねうわ皆さんうまいと思うかもしれません。命という出品、やんちゃな天使 F6 号ユサイと3歳のやんちゃな孫ですと。可愛いよ描けてる。でもね公募展ってそういうとこなんですよ。可愛い孫を写真を上手に描けましたねっていうのはあまり取らんかなと思います。だからちょっとその辺っていうのは気をつけた方がいいかなと思います。これなんかほとんどもう加筆することもなく、あのね非常にもう上手で、洋服なんかよう描けてますよね。よう描けてます。本当にその公募というものの、に対するこう出品の考え方みたいなのがちょっとだけね、少し変わってきたりすると少し印象違ってくるのかなという気がします。あと少し加筆するとしたら目の下の赤みがだけがちょっとこう浮いて見えてしまうから少し柔らかくしてみたりしました。まあ、これだけでもね印象変わりますよね。ちょっとこう本当に髪の毛の描き方とかすごいお上手やから、もうバチッと何かちゃんとこうピントがあったら必ずなんかうまいこといくと思います。これはどうしてもねスナップ写真に見えちゃうじゃないですか。ピースとかしてね、なかなかこう命っていうのを伝えるにはちょっとこう難しいところあるんちゃうかなと思います。もう本当にもう目だけ描いてあげるとかね、なんかそういうそこに何かが映ってるとかそういうのでもいいかもしれません。次の作品こちらです。うわよう頑張って描いたんですけどね、これちょっと技術不足かなって感じします。永遠の命への祈り、ペルーのミイラという、ウォーターホード F6 号、ペルーのアヤクニュチョの博物館で見た子供のミイラをベースにということで、永遠のテーマ、まあ、こう本当にこう技術的にもっともっとこう良くなっていかんと多分こういうタイプっていうのはなかなか難しいかなと思います。上のこの点々って何ですかね、ちょっとようわからないですけど、ちょっとそれがなんか気になりますよね。点々とかこれがこう全て必要やったかどうかというとちょっとわからないんで、少し例えば上の方だけでも、少し暗くしてみたりとか、ちょっとこうねミイラのところのもう少しこう目立つように少し周りをこう加湿ちょっとしてみて、もう本当これ技術的なことですけども、ちょっとこうしてみて強めてあげたりするだけでも印象がガラッと変わるかもしれませんので、まあ、あまり変わらんかったらすみませんね。こうね、やってってみたりするだけでちょっと加湿しましたけど、ピッピッ、これだけ少し印象変わってくる。それでもやっぱり周りのこう強さみたいなのあったりするから、もうちょっとこうね、周りの下の方のこう葉っぱとかを、まあ、こういうのは本当に見せ方とかみたいなものをもっともっと学んでいかれて、厳しいでしょ、半分ぐらいを線外にしてますのでね。ね、これだけでも印象変わってくると思います。こうなると今度もしかしてもう一個上に行けたかもしれません。次の作品こちらです。これもね技術的にもうちょっとかなと。恵子さんすみませんね、こういうのねメンバーシップで頑張ってる方もね忖度なくね船外に選ぶという悪魔みたいな、だから鬼公表ということをやってるんですけど、ターニャという命ターニャ F6 号の300グラブホルベイの止め水彩と、今年9月26日、17歳8ヶ月、長生きですね。そのタイミングで命のテーマ、最後の表情を描いてみようと思いましたということで、コスモスの畑の中で静かにということなんですけども、まあ、どこやろね。ちょっと目の位置があれかな、まあ、この犬僕は知らないんでそんな言えないんですけど、ね、目の位置がちょっとこうなんか寄りすぎてるのかなとかちょっと思うんですけどね、ちょっとよく分かりませんけど、なんかこう少し寄りすぎてるのかなとか、ちょっとこう周りとのやっぱ絡み方みたいなのがあまりこううまくいってないので、やっぱりこうこのコスモスを描く以上はちゃんとコスモスの色をぶつけてね、うまいことぶつけてあげたりとかしながら、この何ターニャちゃん、ターニャちゃん、ターニャちゃんを、ターニャちゃんをちょっとこう強めてあげたり、ほんの少しいじりましたけども、それだけでもちょっと印象変わってきますよね。ターニャちゃん、ちょっとこうコスモスの葉っぱがもうちょっとこう前に来て、ターニャちゃんのところの方に来て、いるとかっていう風にしてあげてもいいかもしれません。まあ、この辺という技術的な部分とかっていうのをもうちょっとこう高めていかんといかん部分はあるかなと思います。もう少しこう画面というのをこう強めてあげるために、少し例えば周りのところとかを少し強めてあげてね、それだけでもこうちょっと印象変わりますよね。
でこういうことをちょっと覚えていって、まだぜひぜひチャレンジしてください。悔しい思いをする方が成長するんです。当たり前ですけどね。次の作品こちらです。これなんかもね、やっぱ気の中に、これもまだまだ技術が足らないですね。勝手に公募で命に初めて出品、すみません、初めてやのにね、ひどいでしょ。HT さん、命の木ですかね、 F25 号、愛媛の大三島にある大山積神社の境内に巨大なクスのご神木があって、その迫力は言うまでもありませんが、てんてんてんということで、すみません、ちょっとこう短めに言っていますけどもね、やっぱ油絵で描いてあるんですよね、これ。油絵にしてはちょっとなんかペタペタ塗っているような、キャンバー、アクリル絵の具とかも結構こうマチエルとかで遊べますよ。私のこうライブ配信とかで、多分芸大に受かった時の方法とかそういうのをお見せしてますんで、ちょっとこうマチエルとかをつけてあげてもよかったかなという気がします。どうしてもこれね、このね、 iPad で加湿することの難しいところっていうのは、やっぱりマチエルという部分まではちょっとつけれないので、なかなかこうその辺の説明って難しいんですけども、ちょっとこう絵肌みたいなのがもう少し見えてもよかったかなっていう気がします。ボコボコとした感じとかっていうのをもうちょっとこう書き込んであげたりとかしてもいいのかなと。なかなかこの加湿がちょっといつも難しい、困るとこなんですけど、ちょっと待ち、せっかくこのクスノキでしょ、クスノキの僕も木目とかね、何度も書いたことありますけども、こうボコボコボコっとしてるのかっこよくて、そしてクスノキとか結構真ん中空洞になってたりするの、あれなんかね、雷がズドーンと落ちてそこの真ん中のとこを突き抜けたという今日ことを聞いたことがあるんですけど、ね、そういうこう、それでもなんか生きてる生命感っていうのは、確かに僕なんかもあの絵に何度かしたことありますんで、ちょっとこうアクリル絵の具を使ってるんやったら、その、マチエルとかテクスチャーみたいなのつけてあげて、もうちょっとそういうこうザラついたものと、なんか新芽の美しさみたいなのが、もうちょっとこう共存してきたりとかすると、もっともっと良くなりそうな気がしますので、で、なんかこうこの木もこう、少しこうね、中でキラッと光るように少し全体的に、周りとかをちょっと暗くしてあげて、ふわっとこう光ってるとか、そういうことを覚えていかれるともっともっと良くなると思いますよ。次の作品こちらです。はい、これもそうでしょうね、木、この方はね、本当にこう鬼工業会の常連さんなんですけどね、厳しいでしょ、やっぱこうずっとこう何十枚と見てくると、やっぱ同じパターンの中でも、じゃあどれがええかとか、やっぱ同じパターンの人絶対出てきます。68歳の川戸浩二さん、ね、シナベニアジェストと柿の木の古木、自宅の裏と枝が折れた後に、くぼみに、猪小槌や南天の種子が鳥などに運ばれたのであろうが、そこに根吹く異吹ということでね、そこのところね、見せたいところって意外と僕ら目いかないんですよね。なかなかここのところに皆さん目いってました、ね、ここのところ意外といかないでしょ。で、見せたいとこそこやったのに、なんかね、まあ、光が差し込んでるとか、例えば上のこの緑みたいなのがちょっととうまく描けてないなっていうのが僕の中の印象としてあるので、この緑だけでも少し抑えてあげたりとかして、なんかね、描いてあげたりとかすればちょっと違って見えると思うんですね。ビュー、これだけこう抑えてあげたりするだけでもね、でちょっとまあ向こうから見える木漏れ日みたいなのとかは描くなら描いてあげていいと思うんですよ。でもあんまりこうちょっとこう見えないなとかっていう感じが自分で気づけるかなんですよね。だからこう母展とかももちろん日頃の制作もそうなんですけど、自分で書いてることが人にちゃんと伝わるかどうかというと、なかなかそれが難しい。ちょっとレイヤーを外してみます。ペッペッ、でこれだけちょっと真ん中の方に消失点というかね、目が行くようになったりするじゃないですか。でそこからこう派生していくっていう感覚で、本当この方すごくお上手やから、本当にこうあの絵の具も今回もやっぱりこう入賞ぐらいまで行くと絵の具の構造っていうのをすごい使ってる人が出てきますので、やっぱそれとの差みたいなのを感じ取る、これがすごい大事なことだと思いますよ。次の作品こちらです。あ、これもね、なんかね、猫とかも可愛らしいんですけどね、
2年前のある日、大声で泣く声が聞こえてきた。88歳の一人暮らしの母の家の前の溝で、耳まで、泥水に浸かって、子猫が溺れていました。一瞬迷いましたが、助けないという選択肢はなかった。一日でも長く、一人と一匹の生活が続きますようにという、佐賀で一緒に撮っていただき感謝です。と、すみません、そんな方の絵をね、申し訳ない。これ見たときに、あ、確かにこう、すごく面白いなと思って、あれしたんですけど、まあ、なかなかこう、皆さんには難しいかもしれませんけど、写真を送るこう審査の時って、やっぱりこう光らないように頑張る。で、例えば、ここのとこ光ってなかったら、だいぶ印象違うんですよ。だから、本当に公募展のこう出す時に、やっぱりこう、ある程度光らないように写真を撮ってあげるっていうこと。自分のこう絵に対して、向かいのところが白かったりすると分かります？光っちゃいますよね。で、公募展とかに出すという人は必ずちょっと黒いものとかの、が背景にあるような状況とかで撮ってあげた方がやっぱ綺麗にいくと思います。そしてこれは猫も大事ですけど、やっぱ手大事ですよね。で、手のこの80何歳の方のこう手を描いている割にはなんかこう手首がちょっと細く見えるかなとか、まあそうやったんですって言われてもね、そんなんこう変えてあげていいわけですよ。嘘ついていいんですよね。多少こうなんかこう描いてあげて、でもっとこうもしかしてゴツゴツと骨の感じみたいなのが出てきてもええかもしれない。ゴツ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 というね感じとかを少しこう強調、もっと強調してあげて、男性の方ですか女性の方ですか、80何歳の方なんて書いてあったかすみませんね、ゴツゴツとした感じを少しわざと強調してあげたりとかするとちょっと印象が変わって見えてきたりもするかもしれませんよね。ちょっとオーバーに書きすぎたかもしれませんけど、手のところとか少しゴツゴツと書いてあげたりするともしかしてもっと猫の方に目がいって、で猫をもうちょっとこう強く強調してあげたりするともっともっと良くなると思いますので、ちょっとそういうところを覚えられていくといいかなと思います。そういうね出し方一つを伝えたり、こちら作品ですね。もうやっぱり多かったですね、妊婦とかね。でどうしてもその中で戦わんといかん。そうなってくるとやっぱり技術的な部分とか、ミキさん65歳とアコ愛しい人というウォーターフォード F45、 たまたま仕事で訪れた病院で愛おしそうにお腹に手を当てている女性に出会いましたと、その姿が印象に残り描いてみましたということなんですけどもね、ちょっとこうずっと並べてくると薄くてもいいと思うんですけど、やっぱ透明水彩の場合ってどうしても公募展で弱くなります。やっぱ物質感っていうのがない、プラスこれだけこう薄く描いてしまったりするとよりこう公募展は厳しいかなと思います。なんかこう何でもいいですよ的にはこう公募展に関しては相当こう厳しいと思いますので、ちょっとそういうことを覚えていくといいかなと思います。せめてちょっと強めにしてみたりしますね。あんまりこうねぐーっと強めすぎたくないと思うんですけど、若干こう強めてあげて画面の方のね、ところまでちょっと強めてあげたりとか、水彩これ絵だけ見て水彩画として見たらすごい綺麗なんですけど、やっぱこう色とかっていうのとかを少し考えたらちょっとあれかな、ちょっと弱いかなと思います。少しこう、色彩みたいなのもうちょっとこう強めてあげてもいいのかなと思います。まあ、それだけでも印象変わってきますので、難しいこと言うてはるわってね思うかもしれませんけどね、これだけでもだいぶこう印象がちょっと変わりますよね。で、なかなかこう透明水彩だけで行く人っていうのはちょっとこう何か作戦を自分なりに練ってあげた方がいいかなと思います。昔安井賞という展覧会があって、その中で最後の方で柳田明さんって方やったかな、透明水彩でこう撮られてて、わあすごいなと思いましたよ。やっぱすごいこうかっこよかったです。神という材質感もなんかマチエヌにしていたっていう感じがありました。次の作品こちらです。やっぱ木でしょ、ね、木が多いなっていうところでなんか見てたら感じますよね。これも上手なんですよ、よく書いてある勝手に公募展応募させていただきますと、命ということで、山崎さん、柏の境の観音にある樹齢100年以上の高山木という木を描きましたということで、ゴツゴツした樹木を描こうとしたのかな、生命感を感じましたということで、こう命ですね。にしては周りうるさくないですか。なんかね、せっかくやったらもうそれぐらいこうね、もう厳しいわーと、鬼悪魔って今も皆さんの声が聞こえてきているんですけど、まあ、全然気にせずグイグイ行くんですけど、やったらばもうねもうこのぐらいでズボンとこう切ってあげてね、
木の生命力っていうんやったらこれぐらいズボンと切ってあげてもいいわけですよね。見る人がそこまで見るかって言ったらそこまで親切じゃないんですよね。で審査もこう多くなればなるほど本当に一瞬です、めちゃくちゃ一瞬です。もう1分か2分かとかそんなレベルで、はい次これこれとかね、数が多い時は挙手制みたいな感じでやってったりとかして、過半数取れたかどうかみたいなとかやっていくんですね。だからこうこの勝手にコボテンっていうのは皆さんにとってなんかこうね、今度公募展に出そうと思ったりする時の何かに、ね、一助になれればと思ってこうやっているわけですよね。こう写真の出し方とかね、ただなんか落選しちゃったっていうよりはおそらくこういったところが審査の基準になってきますよということをこう伝えつつ、もう背景も少しごめんなさいだいぶちっちゃくなってしまいましたけどね、これぐらいでも十分かもしれない。で、そこから技術、やっぱ同じこう、ジャンルの人やったら技術を上げていかんといかんということが出てきますよね。はい、次の作品すみません、グイグイこちらですね。これもね、すごい綺麗なんですけどね。勝手に公募展久しぶり。いや、宝塚の乙女さんすみません。ね、これから頑張って鬼好評でもね、練習していきましょう。命に合うかどうかわかりませんが、とこも自分で言うてますもんね。一輪の花も可憐だけど、まとまれば力強い命の赤い花束に、パステルホワイワトソン P15 パステル画です。佐賀県立美術館の個展ね、ありがとうございました。兵庫県から来てお嬢さんで来てくださいましてね、乙女が2人とかびっくりしましたね。20代前半ぐらいの乙女がわっと来て、僕のファン大体25歳ぐらいまでなんですけど、ジョークですよね。はい、ありがとうございましたね。確かにそう言われたら絵として悪ないですね、この青いところとかで。やっぱバーッと見てきた時にこれあんま加筆することないぐらい絵としてはいい、でも生命って言われたらどうやっていう感じがするんですよね。どうするかな、僕もなかなかこれなんか難しいとこあるかな、もっと描くかな、もっと描いてもっと生命力出すかな。いや、そんなことはない、悪くないですよ、良くなってましたね。すごく乙女さんパート1の方ですけど、いや、普通に絵としてはやっぱいいかもしれないね。でもじゃあこれがなんかこう花っていうテーマやったら多分違ってくるかもしれませんし、なんかこう画質線方が良かったですね。非常に作品としてはいいです。ただお題としては弱いかなっていうので、ちょっとそういうのを覚えていかれるといいと思います。なんか本当にこうね、勝負ならん勝負をかけてもしゃあないとこありますもんね。こちらもそうですね、こちらもそうな、同じようにほら見えてくるでしょ、ね、もしかして作者が同じかもみたいな感じに見えてきたりする。こんちゃんです。あ、こんちゃんね、いつもありがとうね。僕忖度せんでしょ、こうやってね。タイトル、うぬんかぬゆぬむい古代のうぬんかぬ F4 号の今回はタイトルに真っ向勝負したつもりですがですって、全然そんな風に感じなく、絵だけで本当に審査するってなった時に、じゃあこれで命って感じ入れますかっていうね、恥の上塗りかということで、でやっぱりこういうモチーフ描く時も透視図法的に、ね、何度かこう言ったことあると思うんですけど、透視図法的に見た時にやっぱり上面がこうなってて、てん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 、まあ、下面が こんな感じで、なってたりすると、ものすごいこう人間の目が近いところから見てる、この辺から見てるぐらいの感覚なんですね。すごいな、カメラで撮ったものを描いている時の本当にこう気をつけなあかんのはもうそういうことですよね。こんなぐらいのパースでモチーフを見てたりするとすごくこうパースやばいですね。この辺はどうぞこういった 見てしまうとまですね、はい、皆さん見えないように怖くね、っていう感じがします。ものすごい近いところから見てるような感じになってるの分かりますか。こちら下の面はこういう風になってる、で上の面はこうなってるってことは、もうそのぐらいの距離から見てるっていうような風になってしまう。だからスマホのカメラかなんかで撮ったんでしょうけど、ちょっとそういうのを大事にせんといかんし、なんかこうこれは上の方綺麗の方がこの絵でやったらええのかもしらんし、なんか影の形もすごいこうすごい近くのところにライトがあるような、こんな風に差し伸びる光ってないんですよね。だからこう主題を花とかにしてる割にはやってるシチュエーションがすごくバラバラで、なんかよくわからんっていう状況になってるということにぜひ気づいてほしいです。次の作品こちらです。これもねワンコロチーをね描いてるんですけど、
やっぱりテーマ命よろしくお願いします。さこちゃんよ54歳と家族アクリル絵の具 F45 4年前に我が家に迎えた小さな命ココと名付けましたということで、ぬかぬね、ココちゃん可愛いけどね、なかなか難しいですよね。ワンコロチーをね書いていって、なかなかそれだけでいくって、ママもうメインこっちにせんといかんけど、じゃあ犬がどれだけ工房店で太刀打ちできるかっていうとなかなか厳しいと思いますよ。まあ何度かこう言ってるんですけど、工房店の場合っていう、そうプライベート感みたいなのってあんまりこう僕は強く押し出さん方がええっていうところがあって、みんな可愛いでしょって言われてもね、人から見ればそんな知ったことじゃないわっていうふうに思ったりするし、命の何かだ、命という題に対してさあこれを見て何を感じ取ってもらえますかっていうことを提示できるかどうかなんですよね。可愛いでしょっていう提示っていうのが、じゃあ、物を作るということにおいてどこまで大事かというと、そこまで大事ではないんちゃうかなというふうに思います。次もそうですね。こんね、にゃんこちゃんね、ごめんなさいね、もうめちゃくちゃ怒ってるでしょね。ちょっと長かったですけどね、またいつかどこかでということで、行くあてなく殺処分される猫や、そうですか、犬や猫を数匹引き取って保護している友人がいます。その中で亡くなった猫がテーマですということで、いうことですね。カンヌすみません、申し訳ございません。背景のこの明るさみたいなのは、これはどこまでこう必要やったかというと、なんかちょっとこう難しいですね。あ、これが天国のイメージなんですね。天国のイメージっていうことで、こうハスの花とかってちょっとイメージはわかるんですけども、やっぱりね、今回こう見てたら、やっぱそういったテーマの部分っていうのが多いなっていうのも気づいたし、なかなかね、だからテーマがある展覧会って難しいんですけど、皆様が絵を描く上において、やっぱテーマとかって自分の、要はコンセプトっていうんですけど、こう自分の中でこの絵に何をの思いを込めたいかっていうことが大事なんですね。だからちょっとこう厳しいようですけどね、鬼悪魔っていう声が今聞こえてきてますね。本当にありがとうございます。申し訳ございませんね。これぐらいにするかな、僕やったら。もうちょっとこう明るさで、それでもやっぱ厳しいかなと思います。こうね、なかなかこう猫とあれをテーマにして、ハスの花と生命みたいなのをテーマにして描いていくっていうのは難しいかもしらんなと。でそれを公募展っていうところで、ね、これは70枚80枚弱でしたけども、もっと100枚200枚賞金とかかかってたら皆さん出すでしょ。その中でキラッと光るかって言ったらなかなか光らないというね、難しい問題があります。次の作品こちらです。これなんかね、ごめんなさい、頑張って描いたのにね。ね、朝顔の面白い作品、変化朝顔、メリーさん64歳の方ですね。息子が育てている朝顔があまりにも綺麗で、絵に描きました、これは全て朝顔なん顔をのちょっと変わり者です。江戸に花開いた可憐なる変わり者とのことです。命の不思議とは儚さかなみたいな感じですけど、僕多分これもうちょっと構成うまくやればね、もっと良かったのになっていうのが第一印象で、ちょっとこう構成としてなんかこう葉っぱか描きすぎたかなっていう気がします。もうちょっと葉っぱとか抜いてあげたりとか、してですね、なんかこうその辺をうまいことこうきね、まあみたいなのをちょっと作ってあげたりとかですね、してあげて、ちょっと葉っぱとか抜いてみますよ。で逆に今度はこうニョロニョロとした枝みたいなのをもうちょっとこう活用して、うまいことそういうのをこう構成の画面の中でこう動きみたいなのを画面の中作ってあげたりすると、これだいぶ印象が変わってくると思います。これはだからそういう意味で構成とか構図みたいなのが少しこう上手くなってきたりするだけで印象が変わってくれかなと。で密度があるとことそうでないとこみたいな比率みたいなのをちょっと作ってあげたりするだけで少し印象変わりませんかね。これだけでもこうだいぶ印象変わってきますよね。ちょっと頑張りすぎたなっていうところがあります。でそういうこうね、まあじゃあ朝顔で今度は何ですか、命って本当に分からせれるかっていうところが大事になってきますのでね。 でもやっぱりこう絵を見るときに結構大事な、ね、まず構成も本当に第一印象ってあるじゃないですか。洋服、汚い服着てるか綺麗な、僕なんかこれ今上だけ綺麗な服着てますけど、下ねパジャマですよ、ホテルのね、大阪に今おりますけども、はい、昨日はねちょっとこうね、YouTube のファンの人と楽しく、僕だけひたすら飲んでましたけどね、いつも通りね、ちょっとこういじってみましたね。
YouTube のライブ配信を見に来てくださった方と夜ご飯でも食べ行きましょうってことで、ね、2時間ジャストで帰るね、素晴らしい、皆さんびっくりしてましたね、本当に2時間ジャストで帰ったっていうね、8時ちょうどに帰りました。まあちょっとこういう風に構成っていうのを少し変えてあげて、まあみたいなねところを作ってあげるだけでも印象がカラッと変わります。こういうのを二項表でよく言うてますけどね。次の作品こちらです。これもそうですね、ちょっと生命というところでお孫さんか、あなんか、あうちのチビもこんな感じですね、うちのチビ描いたのかな、ということでございます。初めての応募です、すみません、いつも YouTube で楽しく拝見してますと、ありがとうございます。小谷由紀子さん F15 ということで、まあこれはちょっとどっちかちょっとこれもやっぱこうあのでなんかこう茶色という色に少し頼りすぎているところがあるので、もうちょっとこう違った色に、暗い色の中でいろんな色を見出していってもいいかなというふうに思います。いろんなこう暗い色の中で、でちょっとこう描き込むとき、もうちょっと絵の具を止めてあげる、置いていきながら止めてあげるという気持ちでやってみてください。難しいでしょ、ちょっとこうねスルスルスルとこうで、例えば今暗い色でこうアクセントつけてますけど、明るい色とかでもアクセントつけれますので、ちょっとこう暗い色とかでとどめていったりして、描き込むね、これね可愛らしいね、弟ができた言うて喜ん、うちのチビも喜んでたりしましたけどね、そんな感じの状況を描いているのかどうか分かりませんが、ほんの少しこう暗いのでグググっと絵の具を置く感覚で置いていってみたら、これだけでもだいぶ印象変わりますよね。で背景とかね難しいってなってますよね、綺麗なグラデーションつけたら綺麗なグラデーションつけてあげていいんですよ。で綺麗なグラデーションつけてたりしたら、それだけでそこそこに見えたりしますので、その自分が美しいと思うものを徹してあげる、徹してあげてくださいね。なんかこうなんとなく曖昧になってるところってどうしても曖昧になりますんで、綺麗なグラデーションを作ってあげたりするだけで印象変わりますよね。こういうのちょっと覚えていかれるともっともっと良くなります。こういうのね鬼好評とかでいつも言ってます。次の作品こちらです。お波の絵ですね、これでねこう上手ですね。佐賀の、横浜東京あと4日で終わるかな、来週東京、はい、ちょうどこれ公開されてる日とかは実は東京に多分いると思いますけど、お疲れ様です。この度久しぶりに第6回の勝手にこう応募させていただきました。今回4年前の南房総朝焼けの前の海を取材しました、大宮から妻と共に、東電のドライブ旅行、それをこの度描き、10月のある美術協会の公募展に出品しました作品だそうです。今読んで気づきました。命のタイトルには一番的確だと痛感したんで出品。命か難しい太陽が出てくる、あ水というものが命の根源、海が命の根源、そこまで読み取れるかな皆さんね、どうですかね。 F35 ということで、ある種これ透明水彩にしてはすごくこうなかなかこう力強くて透明水彩らしくない作品かなというふうに思います。なんか悪くないと思うんですけど、やっぱりお上手ですよこの方ね。もうちょっとなんかここのなんか波がザバーっと上がっているところなんていうのは、もうちょっと色がここ黒の色で実際黒やったのかな、なんかこうちょっとこう、もう少し色が見えてきてもええのになという感じがしますね。鮮やかな色みたいなのがもうちょっとこういうところ見えてきてもいいのになっていうのと、空は空でもうちょっとシンプルにすっきり描いてあげた方がこの絵の場合多分いいような気がするんですけどね。どうですか分かりませんが適当にやってますよ。もうちょっとこうシンプルに、ブルーやったらブルーでズゴーンと描くところズゴーンと描いてあげてもええのかなという、ちょっとこう波のところの青さはあんま綺麗にいってませんけど、それでもまあ一般の人がこう海を生命の根源っていう風に捉えるかっていうとね、え絵を描くということの意味合いみたいなことを考えたらちょっと弱い気はするんですよね。なんかねもっとじゃあもう波の方にこう絞り込んでもよかったかもしれませんしね。すみません、こう上手な方もいっぱいいるんです。次の作品こちらです。さあこれで読み取れるかね。勝手に公募展に応募しますということで、透明水彩2作目は頑張りましたね。透明水彩ね、キャンソンボード B2 サイズということで、でかいですね。ねえなかなか頑張って買いたいですよね。まあこれもやっぱ同じですね、やっぱ透明なかなかこう命っていうことね、表もなかなか難しい。特にこの作品に関してはやっぱ背景ですね、背景の仕事みたいなのがもうちょっとこう
すっきりしてきてもええんちゃうかなと、ちょっとこうバタついてしまったなっていうことがまず第一にあります。もうちょっとこう鬼好評とかでは丁寧にいつもやってますけど、ちょっとこうバタつきを抑えてあげたりとか、グラデーションを少しこうね、こういうところやっぱね、大きい作品になればなるほど難しいので、これはすごいいい経験やと思いますので、ぜひぜひこういう大きいハケとかを用意してバーとかでやらんといかんかもしれませんけど、ちょっとこう落ち着いて見えたりするとちょっと印象違うのかなとか、あと落ちてる影もうちょっとこう大事に描いてあげてくださいね。落ちてる影とかがもうちょっとこう美しくついているという状況が見えてきたりすると、いいのかなと、逆光気味な感じもしますけどね。ね、ちょっとこうその辺というのをぜひ、でちょっとこう命というテーマに対してどうですかという、これもそうですね、ね、可愛らしいね、もう面白いんですけどね、スーザン・イマリさん命 F45 キャンバス油彩ということで、初めて応募、すみません、油絵完成させたの3枚目です。先生ので動画に出会って毎日油絵の楽しさを実感してね、ごめんなさい。友人の赤ちゃんの寝顔に、親の手が傘のように優しく覆いかぶさって守られてるイメージですということなんですけどね、確かになんか命に見えてきますよね、これ手とね、なんか見えてき、今になって見えてきたな、言われながら見えてきたなっていう感じがしますけど、やっぱ赤ちゃんとか多いし、まあ、この調子で油絵ぜひぜひこうしっかり物質感みたいなついていて、こういうところなんか悪くないなと思いますよ。まあね、っていうことやったらば、もしかしてその背景のところのっていうことやったらばってね、今訛りましたけど、もしかして背景のとこそんなにこう無駄なことをせん方が良かったのかもしれんなっていう風に見えてくるね。端の方のこの赤っぽい色はそんな悪くないと思うんですけど、そんなにこうこれぐらいでもっとこう書き込みをぐわーっとやってあげる、ぐわーですよ、っていう気持ちでも良かったんかもしらんなっていう気がしますよね。でもそれでもちょっとやっぱりどうしても弱いかなと思いますけどね。弱いっていうかこうね、テーマとしても少し弱いかなというふうに思います。テーマに対して、お題に対して、まあちょっとお題が今回難しかったのかね、出品者も少なかったんでね、チャンスはチャンス、後でというかね、何かがもらえるというね、こう企画なんで、僕もこれは楽しく皆さんとこうね、やっていこうと思っているので、まあ、これぐらいしてあげるかな、わからないですけどね。でもそれでも入選って難しいかもしれないぞということをちょっと覚えて、まだまだありますね。おお、まだまだある、おお、まだまだあるな、はいはい、あんま見せれませんけどね、こちらの作品です。あ、これもね、頑張って狙ってね、悪くないよ、よー頑張って書いてます。これなんかね、お世話になりますと、 M さんということで、先月絵画教室の作品展に出品したものですが、よろしいでしょうかね。いいんですよね、近所の公園の樹木の根です、自然の力強い命、生命力、造形美を描きましたと。根の根っこにジェッソの極粗粒子を使ったりして、うんぬんかんぬんということ、紙やすりで工夫しましたということ、そういう工夫はすごくいいです。こういうところですね、こういうところの、そういう工夫みたいなのもすごくいいです。もうなんか木の方にももっとこうあってもいいかなというふうにも思いますし、ちょっとこれ画面の中でこの一番下のこの緑色がすごい強くて、画面の中での一番のコントラストの強さがここに来てしまってて、なんかこう根っことかのこう力強さと言っている割には、なんかこう俺濃いぞっていう感じがするんですけど、これ僕だけですか、なんか気になりませんか皆さんね。ちょっと押さえてあげるだけでもなんか印象違うのになという感じがしますけどね。以上、ちょっとこうね、消しゴムかなんかでちょ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 っとこうハイライトをこれぐらいに入れといてあげたりするだけで、これだけでもこう印象違う気しませんか。ピッ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 ね。で、そのこの、じゃあこの木の中でも、じゃあどこもっともっとどこ強くするとかっていうのをもうちょっとこう自分の中で絞り込んであげてもいいんですね。で、どうしてもこう見る人そんな知らないですからね、この木はこうやったなんて誰も言わないんで、ちょっとね、少しこう木の、ところを一番下のところ少しこう輪郭をぼかしてあげたりするだけで、ちょっとこっちの方に目いくようになりませんかっていう風に、こう自分の中でこう、じゃあ今どこ見えてるか、もうこうなかなかこう客観的に絵を見るって難しいんですけど、どこが見せ場かみたいなところをちょっとこう絞り込んであげたりするだけで変わってきますね。で、こういうことを少し覚えられていくといいと思います。次の作品こちらですね、わ、可愛らしい綺麗な作品ですね、これもね。はじめましてライさんっていうのかな、
申します。ドキドキしながら第6回ごめんなさいね。命の電話、安否確認、病院救急隊員からの突然の電話、そして赤ちゃんの誕生、私にとって命とは電話、命と電話とても密接ですということで F6 号油彩趣味で描いています。ご好評いただけると幸いですということなんですけどごめんなさい、僕電話よりもやっぱりこっちの犬の方に目が行ってしまっておりました。犬の方にね、そんな気しませんか。どうしてもここの強さみたいなのが強すぎるので、なかなかこの電話の方に目が行かない。皆さんどうですか、見えてましたか。ちょっとこう嘘ついてでも、ちょっとこう強くしてあげてもよかったのかもしれませんよね。こういうところをこうグッとこう強くしてあげたり、でもそれでもあの猫、あの犬のね、あの置物かなんかの子さんみたいなものになかなか太刀打ちできひんかもしれないですけど、ほんの少しこうせっかくこれ命の電話って言うてる割には画面の中ちょっと弱いかなと、ちょっとレイヤーを外してみ、レイヤーを外してみますけど、これでもまだね、なかなか子だから難しいちゃうかなと思いますよ。もっと濃くしたら、もっと濃くしたろうと思ってやってもなかなかね、こうじゃあこうなってきたら、ちょっとここのところの色みたいなのを少し、ワンちゃんのここの色みたいなのをちょっとだけでも薄くしてあげたりすると、ほんの少し印象変わりますよね。シューほんの少しもそうなってきたら、今度はそうするとだいぶ違ってみませんかね。そうすると、あ、ちょっと命の電話というところに、それでもまあ電話というもので、さあどこまで命というこう画題を伝えれるか、ね、やっぱでも後ろのこのバラかな、花の方がめっちゃ強く見えたりするんで、なかなかその辺っていうのが難しいですね。だから人にどれだけ伝えれるかっていうのはちょっと難しいところがあるかなというふうに思います。それでは再開していきますね。でこちらの作品ですねアッコさん、ペンネームですね、ヘラクレスオオカブトということで、キャンバス4号アクリル絵の具と数ミリの卵が私の握り拳こんなでかなるんですね、程度に幼虫が成長するヘラクレスオオカブト、今年出会った中で一番輝いていた命ですだそうですけどもね、ちょっとねやっぱね難しいでしょ。やっぱ写生系写実系っていうのが公募展で難しいというところはやっぱり皆さん分かってもらえたかなと思うんですけど、うまいのはうまいんですけど、これで命っていうかね、多くの人わっってね、僕もやっぱこのカブトムシの幼虫とかでわーってなりますもんね。わーっていう感じになるかっていうとね、これだから加湿とかそんなすることないんちゃうかなぐらいのね、よく頑張ってかけているんですけどね。で、地面のこう土なんかっていうのをよう描いてますよ、てんてんてんって打ったりとかね、このなんかね、幼虫のこう気持ち悪さみたいなとかね、よう出てますんで、悪くないと思います、本当にこう、まあ、加湿するとしたら、もうちょっとこうね、どの辺かな、あんまりこうないけど、ちょっと輪郭のところ少し、弱めてみたらどう見えるかなぐらいの感じで、少しいじってみたんですけども。いや、それでも十分こうなんか気持ち悪いなっていう感じはしますけど公募展ってなった時にね、そのあたりというのがどこまで人に伝わるかなっていうことなかなか難しい。ぜひですね、こう公募展とかも自分なりになんかこう主題を決めて、写実的な人とかああいう人はちょっとこう自分で主題決めてあげるだけでもなんかこうね伝わる、何を言いたいかということを伝えなあかんからですね、ぜひぜひ頑張ってみてください。次の作品こちらです。これもね、可愛らしいおばあちゃんね、92歳で亡くなった夫のおばあちゃん、88歳頃の絵の方でお願いします。40号、奈良糸おばあちゃん、奈良糸おばあちゃんっていうんですかね、これも可愛らしくてね、絵としてはいい絵やなというふうに思うんですけども、なかなかこう公募展となってきた時には少し難しいんちゃうかなと思います。こういうの皆さんね、すごいいい勉強になるんじゃないですか。ね、ちょっとだけこう顔の方にちょっと、もうちょっと目をより行くように少ししてあげたりとか、画面の中で足のところとかがちょっとこうまあ、強すぎるというか、少しだけこう、まあ、手前にあるのはあるんですけど、絵として見た時にやっぱ顔とかの方に目を生かしてあげるという、ちょっとレイヤー外してみますけど、というようなこうことをしてあげてもいいのかな。でそれでもやっぱりこうね、やっぱプライベートな感じっていうのっていうのはこぼてんとなってきた場合ね、絵だけ見た時にはすごくこう僕はこの辺こう直したらって多分言うと思うし、髪の毛のところのこのぶつかりよりも顔の方のぶつかりを強くしてあげた方が前に出てきますよとかって、こういうことを鬼公表とかで言ったりするんですけども、
ちょっとそういうことを覚えていきつつ、じゃあコボテンって何ってなってきた時に、その辺も考えてみたらもっともっと良くなると思います。次の作品こちらです。これね、なんかね、こう、ひろこさんね、いつもね、鬼好評も送ってきてもらうんですけどね、暗闇で光放つ2つの生命体、オイルオンキャンバス F85、生きているものは強烈な光を放つ、暗闇を照らすその見えないエネルギーを描きましたということで、いつも楽しい動画ありがとうございますということで、生命というお題を聞いて、ゆずくんしか思い浮かびませんでした。羽生おばさんです、だそうですよ、ということなんですけども、いつもこうどっちかというと印象派風に書いていく方なんで、それにしてはちょっとこう仕事がこうちょっと雑に見えてしまうのがもったいないですね。もっとこうなんかグッとこう絵の具をこう、すごくこうナイフでこう書いていってるのは分かるんですけど、ちょっとこう雑さに見えてしまうので、なんかその雑さが あまりこういい方にこう今回は行かなかったかなと思います。これはなんか犬がいるんですか、なんかね、ちょっとこう絵の具を最終的にはナイフだけでザザッと描くプラス自分のこうなんかタッチみたいなのを少しこう入れてあげたりするだけで印象は違ってくるんじゃないかなと思うんですね。どうしてもこうなんか絵の具をガガガガッとこう汚してしまったっていうぐらいにしか見えないので、そこの中でこうちょっと自分のこう仕事みたいなグッと入ってきたりすると印象は変わって見えてくると思いますね。こうやって僕ね、本当にこう別にこう日頃こう鬼好評とか出してきてくれる人もね、この間この方も仏好評会というので上位入ってたのにね、悪魔のような男でございますよね。ありがとうございます。やっぱね、ちょっとこう黒暗い色とかでも抑えてみたり、やっぱりこうちゃんとこう一個一個責任取れてるかっていうよく言うてることなんですけど、ただナイフでガッと塗りましたっていうのじゃなかなか厳しいんちゃうかなと。次の作品こちらです。なんかね、これは玉ねぎのこう新芽を書いてて、こうちょっと面白いかなと思います。メンバーシップ会員3ヶ月の初心者です。勝手にこぼで命に出させていただきます。項目点とタイトルは玉ねぎホワイトアホルベンジュ2色ということで、就活後もしぶとく芽を出しているという力強さ感じましたということなんですけど、ね、なんかこう、結構皆さん多いんですけど、後ろのとこで損してんなっていう人は多くいますよね。もうちょっとすっきり書いてあげて、玉ねぎのこう丸く出てくる感じ書かんといかんですよ。丸くね、書く以上は、やっぱりこうこれを自分でも書くって決めたんやったら、もう玉ねぎがこう 前の方がぐーっと丸くこうせり出てきてますみたいな感じをもうちょっと書いてあげないといけないんですけど、どうしてもこれやったらちょっとこう輪郭のところがぐーっとこう強くなってきてしまっているので、でちょっと陰影とか少しつけて、少し輪郭のところ弱めてあげて、ね、こう素早くこの加湿できるようになってきたところね、僕も面白いですよね。人間慣れてすごいですよね。立体感っていうのを少し出してあげたりすると、あんまり出てませんけどね、ちょっと立体感っていうのを出してあげないと、あまりにもボーンと光が当たってる感じがしますので、それでよりこっちの方に目を生かすようなプラスアルファですね、できるようになってきたらもっともっといいのになと。手前をゴロッと出してあげるとかっていうこととかをちょっとしてあげてみてください。後ろとかもあんまりこういじりすぎないで、で、ね、ここのところを見せたいんやったら、もうちょっとそっちの方に目が行くような、そういう工夫みたいなのがあってもいいかなと思います。次の作品こちらです。ね、これも可愛らしいね、ほんとね。アクリルケントボードと絆、大阪の哲さん2回目の応募ですとコメントいただきたく、証拠りもなく応募しましたと、娘と孫の写真をもとに描きましたということで、これ追伸ちょっと読みますけど、普段女優などのイラストを絵がアクリルで描いてたのに死んでます会員になればこんなものも公表していただけるんですかということなんですけど、基本的にはそういう女優さんとかの写真をこう、無許可で、楽しく遊びで書いてはるんでしょうけど、ちょっと見ることできないということを僕はここの動画の中ではしていこうと思っております。皆さんこう趣味でやっていらっしゃる方も、いずれもしかしてプロになりたいと思った時にそういう過去が暴き出されたりすることありますんで、ちょっと気をつけてくださいね。僕はあんまり推奨しておりません。やっぱ自分で頑張って、なかなかね、人物描きたくても写真とか撮れないという方も多いと思うんですけどね、なかなかその辺というのは難しいかなと思います。
まあ、カラッとなんかしてるんですけど、どうしてもね、今回ずっと出てきて、やっぱ赤ちゃんとか多いよとかね、お母さんとか多いよという感じが多いですけど、ちょっと人の肌に関してもうちょっとこだわり持ってもいいかもしれませんね。少しこう人の肌とかのグラデーションとかに対してもうちょっとこう、で、多分こうね、女優さんとか描いて、楽しいかもしれません。絶対ね、皆さんよくって出てくるんですよ。プロなりたいとか思ったりね、SNS でちょっとこう話題になったらなんか、あ、プロになろうかななんて思ったりするんですよね、大体の人はね。そういうのちょっとこう今のうちからこうなんていうか気をつけておいた方がいいから、あんまりこう推奨はしてませんよ、ね、特にこう YouTube の場合ってそういうこう、結局はこう私自身があのこう主催者になってるから、ここにこうねやっぱ著作権に引っかかるものってなかなか載せれないんですよ。はい、よろしくお願いいたします。ちょっとこう肌の色を描いてみました。次の作品こちらですね。だいぶこう力強く描いてくれてね、これもね、勝手にこぼてんとつるてんさん、命ということ、 30×40cm アクリル、水彩色鉛筆、タイトル800年の、霧島神社のご神木、すごい命のパワー感じましたということで、やっぱ多いでしょね、すごいこう木々関係が多いなと思います。まあせっかくご神木を描くんやったら、もう思い切って後ろとか振り切ってしもて、なんかね、もうこうもう振り切ってしもて、僕やったらこう向こうから光ゴーンと差し込んでますぐらいの感じにしてあげるかな。なんかこれやったらちょっと弱い感じするしなと、でちょっと仕事自体がちょっと荒い感じすんな、なんかね、なんかこうすごく頑張って書いてはるんですけど、ちょっと仕事がちょっと荒いなという感じがするので、ぜひぜひこう荒さっていうのとね、ダイナミックさは違うんですね。何度もこれ言ってますけど、でそのダイナミックさみたいなのがもうちょっとこう本当にこう欲しいなという気がしますので、なんかこう力強い線とか引くんやったら自分なりに書く、あ、でかかっこいい線やぞとかっていう風にこう引くんやったら、ぐーっとこう引いてあげてもいいと思うんですよ。力強い線をね、ググ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 グッと、それでもいいと思いますので、ちょっとそういうこうダイナミックとあれは違うんやぞということを知りつつで、書いてあげる。別に写実的に書けという風に思ってないです。だからそういうのとかのバリエーションみたいなのがもっともっと出てくるといいんちゃうかなと思いますね。だいぶ印象変わりますよね。これぐらいのこう力強い線が入って後ろベタッと塗ってたらちょっと印象変わるんじゃないですか。次の作品に行きます。グイグイ行きますね。こちらの作品です。やっぱこのね、ちょっと生物的なこうパターンもちょっとありましたよね。いつもありがとうございます。コロコロさん、タイトルありがとうございます。生きていく画材、下地に、ジェッソ、上にアクリル、油彩、空気中の水分を、エアプランツ、うちもエアプランツありますよ、エアプランツね、命、生命力を感じましたということで、中之島図書館でのスケッチライブに駆けつけられずとても残念です。あ、これ昨日やってましたね。はい、あ、確かにね、なんかね、エアプランツが、あ、そうかと今見れば分かります。絵としてすごい綺麗ですね。これね、あんまり言うことないです。絵としてはすごく綺麗で、いい作品やなと思いますよ。あんまり加湿するとこあれへんぞという感じがするんですけどね。まあ、若干こうもうちょっとこういうところがコップとこの後ろのなんかね、モチーフがもうちょっと前後関係みたいなのがちょっと見えてきてもいいのかなという気はしますけどね。少しだけね、ちょっとだけこういじってみました。これだけでもちょっと印象変わりますよね。前にあるような感じに見てきます。こういう前後関係みたいなの、こういうところとかもそうかな、ちょっとこう前後関係を出すような仕事みたいなのがほんの少しこう見えてきたりすると、手前に見えますよっていうのが少しだけ書かれたり、すると違って見えますもんね。離れてみたときよくわかりますよね。そうすると前に出てきたり、それでエアプランツのところのこのなんか緑色みたいな色がもうちょっとこう強くこう強調されてきて、それで後ろの白いこのところとこうぶつかり合ってより強調されてきたりするとギュッと前に見えたりしますもんね。だからこういうことちょっとこう作為みたいなのを覚えていくと、ほんの少しのことですけど、だいぶ印象が違ってくるんじゃないでしょうか。あと何枚ぐらいのかな。次の作品こちらです、ね、これも頑張って書いてごめんなさいね。命という題名で原爆ドームを描かせね、ちょっとずつこの辺りになってくると自分なりにすごく頑張って解釈されたという絵が多くなってきました。ペンネーム絵の具さんと命 F35、 やはり、日をまたいでしまい、あ、申し訳ありませんということなんですけど、よく頑張って書いたんですけどね、面白いこうテーマやなというふうに思います。
せっかく描いたユリがちょっと雑すぎません？ね、さあ、それとやっぱこっちの方もっともっと集中して描いたらよかったのになっていう感じがします。ね、あの原爆が投下された日の、ちょっと後ろの方にあんまり目がいかないので、やっぱ目がいくようにしてあげてもいいと思いますよ。せっかくこんなね原爆ドームもあれにして描いてはるっていうんやったら、しっかりとこう後ろの方の主役を見せ場になるようにちょっと全部描けませんけど描いてあげてもいいかなと。でそれとプラスね、このユリの花せっかく描くんやったら、しっかりとユリの花描いてあげて、このシルエットボンと見せてあげるだけでも印象が違うと思いますしね、これだけでも印象違いますし、ちょっとユリの花みたいなのがもうちょっとこう強調されて、見えてきてもいいのかなと思いますよね。よいしょ。少しこうユリの花の全部じゃなくて画面の構成的にこのユリの部分的にこうぐーっと見せてあげるようなとこが少しあっても面白いかなと思います。こういうところみたいなのを少しこう画面の中で構成みたいなのがもうちょっとできるようになってくると印象が変わってくるので、まあなかなかこうあとはじっくりちょっと描いてあげるということを覚えてください。次の作品こちらですね。やっぱりワンちゃんとこれね、ウィンザー&ニュートンのウォーターフォード F6 号ということで、15歳7ヶ月で ラブラドールが最後の時ということでお題を知り、ウヌンカンの息子が撮影した写真からということでございます。いうことでございます。お疲れ様、もう行っていいよと悲しい、よりも感謝とねぎらいの気持ちで抱きしめましたね。これ本当にこれの線描なんてすごく生きてますね。生きてる、すごくこう効果的に描かれているなという感じがしますので、非常にいい作品やなと思います。ペン画というね、ところも面白いし、これぐらいでも良かったのかもしれないですね。なんかねちょっとこう周りの方のところ、あ、これ注射かなんか打ったんですか、それも大事なね。なんかほんとこの辺りだけでも絵としていいんちゃうかなと。まあ、公募展ってどうしてもね、まあ、やっぱりこう見せたい主題みたいなのがあんま見えてこないとやっぱ弱いので、その辺りというのがスッとこう人に見えてくるように、ぜひぜひ描いてあげてください。ね、それでこのこれやっぱ 線みたいなすごく綺麗なんで、この方はすごいペンの線がすごいいいですね。この方はあれかな、ペンの作家さんの方かな、なんかすごく綺麗なんでいい線を引けてはるなという感じがいたしますよ。グーッとグーッとね、グーッと、まあこうでどうしてもこの主題に対して、命というものに対してさあ、ね、どれだけこうシンプルに伝えれるかということをちょっとこう覚えられてみてください。次の作品こちらですね。この辺りになってくると初めの方にあったツタの作品の中でも、まあ、まだ他にやっぱ近いようなテーマで書いている人たちがいたので、ね、もったいないなという気がします。なかなかこうツタっていうことだけで生命を表すっていうのはね、水彩師ワトソンとホルベイン、立ち行かれ木々の間にかつて農作業で使われていたことであろう軽トラが朽ち果てて緑で一体となっており、ん？そんなんあった？全然わからんかった。あ、ここここねえ、ここうわー、ここだけでよかったんちゃうと思ってしまうね。僕はどっちかというとこっちのツタの方かな思ったんですよ。ここで結構これ今なって気づきました。多分そんな人多いと思いますよ。ここのところにこれ面白いやん、ここだけでよかったんちゃうの、もったいないなーという気がしますね。皆さんこう結構あるあるですよね、やっぱ見てるとね、主題の方がなかなか伝わってこない、ここのところでこうなんかこうね、こう植物の命みたいなのを十分感じれたはずやのに引きを書いてしまったばっかりにはもったいないな。ここやったら十分なんか上の方に行けたかもしれない。ここだけでも絵になりますよね。自分がこうせっかく文章で書いたことが本当そのままできているのですごい綺麗やし、あ、こっちやったら違ったんちゃうのと思いますよ。はい、鬼のようです。次の作品こちらです。これなんかね可愛くてね、僕なんかこういうのに惹かれるタイプですよね。なんかね可愛変わったおじさんです。変なおじさんですけども、まあこれもちょっと写真がね光ってしまってるので、少しこう直してみときますね。ね、でそれだけでもちょっと見え方違いますしね。
ちょっとガラスのところみたいなのこうちょっと透けてるのもうちょっとこう慎重に描いてみてもよかったんちゃうかなっていうね、せっかくこんなん描いてね、面白いところ描いてるんやから、ガラスが透けている感じとかもうちょっと丁寧に大事に大事に描いてあげようかなみたいな気持ちでやってみてもよかったのになと、惜しいな、もったいないな、もったいないわっていう感じがしますね。水にこうつね使ってるところなんて、こういうところすごい慎重になって、こうどうなって使ってんかなみたいなところ少しこうよく見て観察して、でここの根っこのとこですよね、根っこのところ面白いのになんか他のところに目が行ってしまうっていうのはちょっと損してますよっていう感じがしますので、なんかこれ読むの忘れてたかな、こっちかチャッピーさんすみません、折れたサボテンオルベインケントシ と水彩、絵の具とパステル色鉛筆初めてごめんなさいね、大切に育てていたサボテンの横から出ていた8センチくらいの子供をうっかり、折ってしまい、水を入れたコップに入れておいたらなんと小さい芽が何本か出てきましたということで、あ、右上の白い部分はわざと、あ、ごめん、これ白い部分わざと残しましたって書いてあった、そうやったんや、これはちょっとよわからんかった、こういうことだ、これわざとだそうです、ごめんなさい、写真で光ったんかと思った、こんなんいらんのちゃうの、やっぱ僕がこうしている方がやっぱり主題の方に行きますけどね、なんかね、で構図的にももうちょっとこう下が見えるような構図を選んだ方が僕は良かったんちゃうかなというふうに思いますよね、なんかね面白いですね、今のね真逆のことを僕はやったっていうことですよね、この方はわざとの塗り残したけど、私やったら絶対ここはこっちの方を見せ場にして絶対してあげて、こういうところにこうもっと目が行くようにしてやるのになというね、画面の中でもなんかこうあまりにもちょっと下の方に寄っているからちょっと加湿してみました、やっぱ右上の光やっぱ気になりますよね、それやったらこう、ね、根っこの方とかギューッと見せてあげた方がええんちゃうのって思います。次の作品こちらです。あ、これもなんか似たようなさっきのパターンと似てますよね、小塚さん、しずこさん64歳、命キワ F85 透明水彩5分マスキング液ということで、野に打ち捨てられたバイクは今にも草に飲み込まれようとしています、向きなものでありながらその命のキワを嘆いているように思いましたということなんですけどもね、なかなかこれでこう、いや水彩画としては悪くないと思います、よく描けてますよ、綺麗な、ね、絵の具の不透明感もあったりとか勢い、タッチの勢いとかもあるし悪くないと思います。この中でじゃあどこってなったらここでしたかね、どこですかね、ここですかね、ここですかね、なんかこうそのあたりがこうちょっと見えてこないので、もうちょっとそのこの中でもここっていうのを絞り込んであげないと、画面の中ちょっとバタバタしてる、絵の具の使い方自体悪くないんですけどちょっとこうバタバタ見えてしまうので、なんかこう見る人ってなかなかそこまで親切に見てくれないので、まあ こんなんねレイヤーというかバーっとかけるのめっちゃ簡単やろって話かもしれませんけど、ちょっとだけこう周りを暗くしたらこっちの方に目が行くんちゃうかなとかね、少しそういうことを覚えていくとこの中でもここですよとかっていうことが、あの書き出しの段階でポンと頭にしっかりあったりするとね、そういうドラマチックなシチュエーションみたいなのがもうちょっとこう伝わりやすくなるんちゃうかなと思います。次の作品こちらです。この方もね何度かね可愛らしい絵を送ってきてくれて、僕の心をわしづかみにしている、人なんですけど、ローズさん、春が来たら芽が出るくらい花が咲くということで、種子や球根はとても小さいけど冬の寒さの中でじっと耐えて、春になると花を咲かせますということなんですけどもね、こうね可愛らしい後ろの子供とのこう関係性みたいなのもなんか可愛くてね、あこの方ねどこ直すかね難しいとこあるね、なんかね地球のようにこう丸くなってるとこなんか面白いと思うんですよね、面白いと思う。だからなんかこうやっぱこの方の場合はどっちかというとこうテクニックっていうのが少しついてきてしまってるあまりに、なんかこう影の色とかがなんかこうあまりにもちょっと強くなりすぎて、このメルヘンチックな世界観みたいなのを邪魔をしてしまってるような感じがするんですよね。こうちょっとこう下の影を少し弱めてみます。そうするだけでもちょっとこう手前の方の種子とかの方に目が行くんちゃうかなと思います。どうしてもそういろんなものを大事に描きすぎてしまったあまりに、まあ、これぐらいでも十分見えたかもしれないなとかっていうところですね。とかね、モチーフの中の影とかもちょっとやりすぎてませんかみたいなとこがあってね、ちょっと平面的に描いてあげてもええのになという感じがします。こういうところっていうのは難しいですけども、
何を伝えたいかっていうことが陰影によってこう邪魔されてしまっている。ねえ、惜しいですね。すみません。あと 2,3 枚かな。こちらの作品です。これもね、僕はねだいぶねこう迷ったんですけどね、この方はどっちかというと、大谷千鶴子さん、奈良市の方、 F65。 命には長短があり、命がないと思われるものにも寿命はあります。意志でできた狛犬は半永久的な命を持って人々を産む、ということなんですけども、ねえ、このなんか周りのザザザザっとした色、これはこれで面白いから、なんかこうこの色とかはもうなんかこう使うんやったら使うとか、後ろの世界観が全くこう別じゃないですか。なんでこれを徹底してこういう世界観でいかへんのかなっていうのが、私なんかはこう気になってしまって、今ちょっと黄色という色を抽出して、別にこの絵は陰影なんてこうあんま必要なくてね、全然こう違った世界観に持って行ってあげてもいいんです。奈良やったらね、本当にこう奈良の方ですもんね。ね、ちょっと赤をこう抽出してみて、まあ、平面的でもいい、色彩をガンと押し出すような絵を徹底的にこうやってやろうかなとかって、ね、そういう世界観でもいいわけですよね。でなんかこう変なところこう濃淡とか陰影とかにこだわってしまってるあまりに、なんかこう、ね、せっかくのこの独特な世界観っていうのが損してしまっていて、絵ってそういうところあるわけですよね。嘘ついていいわけですよ。色だって嘘ついていいわけですしね。一番後ろのとこなんかもね、青空っていうふうに決めつけんでもよかったかもしれませんし、なんかそういうところとかっていうのを自分なりにも嘘をついたら徹底的に突き切るということを覚えてください。次の先、こちらもこの辺はね、もう僕もめちゃくちゃ迷ったんですけどね、命、命かと思ってね、生きる支度ということで、止め水彩ですと F85 ミューズの なんていうのかな、就活という言葉が流行していますが、その言葉は絵のアンティテーゼですって、生きることは食べること、食べる人は病を得ても復活しますと、衣食住うんぬんかぬんちゃんちゃんちゃんということなんですけどね。文章も一生懸命書いてくれて、写真もすごい綺麗に撮ってくれてね、わすごいですね。楽観まで押したって丁寧に書いてありますもんね。絵としてはすごいいい絵だと思いますよ。あんまり言うことないんちゃうかなと、まあ、ちょっといじってみたらどんなになるかなと思いまして、ちょっといじってはみますけど細い枝がね、もうちょっとこうヒューッとあってもいいかなと、ヒューッと何本か出しただけですけどね、それだけでもこう画面のちょっと動線みたいなのが少し斜めのこう動きの強さをちょっとこう反対の方に持っていくという印象だけでもちょっと印象変わってくるかなと。まあでもこの辺っていうのがね、一番難しいとこです。すごくお上手ですごく楽しみやなと思いますし、多分めっちゃ怒ってはるでしょうね今ね。ごめんなさいね、もう謝っときますね。すごくお上手な方です。さあ、じゃあ入賞とちょこっとだけこうやっぱ差があったと思う、僕が勝手に感じてるだけですよ。それが勝手に公募展なんでね。はい、最後の作品です。こちらです。こうね、シンプルでしょ。こういう案外ね、こう入選とかするんですけど、前田さんです。65歳、 F35 アクリル、タイトル命を絶対に手放してはいけないという、手放したうんぬんかんぬんちょちょちょということなんでございますけども、まあね、ちょっと弱すぎるかな。まあ悪くはないと思うんですけどね。いつもね送ってくださっても過失することもそんなないんですけどね、なんかやるとしたらどこかなと思いながらまあ本当にこう、まあ、命ちょっと上が光ってしまってるので少し暗くしておきますけど、さあどうかな、この辺っていうのが難しいとこですよね。まあ どうかな、もうちょっと下の 手首をもうちょっとこう優しくグラデーションかけてみたらどうかなとか、やってみたりはするんですが、まあ、これだけで本当にこういけるかどうかっていうところがあるんじゃないかなというふうに思います。まあなんか積極的にチャレンジした感じはよくわかるんですけどね。ということで、命の船外編ということでお届けしました。すみません、長々と。次回は、入選編、そして入賞編と、残り30何枚やと思います。ちょうど半分ぐらいで、残り半分ぐらいだと思います。ぜひぜひ楽しみに待っていてください。すみません、落選した方ね、船外の方、すみません、申し訳ございませんでした。また懲りずに、また第7回も企画考えておりますので、よかったら出してください。では。なんで嘘をつけやがしくだ。ママ、泣きます。
週。バイバイ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 。